インド海軍のコルカタ級駆逐艦用の製造中のブロックブロック工法で建造中の31万トンタンカー。塗装前なので各ブロックの接合部が見える。左手前には、接合前のブロックが保管されている。ブロック工法は、機械の製造時に一括して建造せず、いくつかの要素に分けて同時に製造し、最後につなぎ合わせて完成させる工法。 馬車から発展した自動車の車体は当初屋根がなく、キャビン形式が採用された後も車種、ボディ、駆動部を製造するメーカーが異なるということも多く、コーチビルダーなどが多数存在した。初期の自動車工場では、業者から送られてきた部品を組み合わせる組み立て工場であった。現代では、混流生産に有利なフレームとボディが一体化した。 モノコックボディにパワートレインなどを基礎構造として共通化するプラットフォームが一般的になっているがエンジン、トランスミッション、内装は専門の工場、細かな部品は下請け会社で生産されるため最終組み立てを行う工場はブロック工法を採用しているとも言える。1930年代までの航空機は外反を取り付けた後に配線類を取り付けるなど非効率的な 生産工程だったが、ノースアメリカンが P-51 の生産において、ヨーロッパの自動車工場で一般的だったブロック工法を本格的に採用し、低コストで生産量を増加させることに成功した。造船においては船体をいくつかのブロックに分けて、同時に製造し、最後につなぎ合わせて完成させる工法。 リバティ戦などの戦時規格船を急速建造する際に採用され、第二次世界大戦後の造船における主力工法となった。なお、造船以外でブロックを使った工法をブロック工法と呼ぶことがある。建造期間の短縮、作業の高効率化を目指し採用された画期的な生産手法であり、戦後日本復興に大きく貢献したと言われている。 この広報が造船の主力広報となったのは第二次世界大戦を契機とする。日本とアメリカ合衆国に限って言えば日米共に戦域の大半が海上を経由するため軍事行動、軍事輸送の主役は艦艇であり輸送船であった。日米両国共に短期間で艦艇、輸送船の大量の建造、配備を迫られこの広報を用いて短期間で 大量の建造が行われた。日本においては、太平洋戦争中盤より、輸送艦、解剖艦、戦時標準戦闘の建造において用いられた。海軍艦制本部の発案のもと、三菱重工業、日本交換、日立造船の各社で実用され、とりわけ最も多くの解剖艦を建造した日本交換では、艦制本部の東山孝一海軍技術中佐、 魚住順次海軍少佐と日本公館技師の石井、俊夫海軍中尉らがこの広報の研究に熱心で、解剖艦の大量建造に貢献した。当時、造船会社としては2 0 0級であった日本交換が戦後、日本を代表する造船会社に飛躍するきっかけとなった。戦後はこの広報が船舶建造の主力広報として定着し、現在に至っている。アメリカにおける、 ブロック工法の発展は、リバティ線を参照のこと。日本車両製造が開発した、軽量ステンレス製鉄道車両の低コストな製造法。同社の公式サイトでは、日車式ブロック工法あるいは、日車式スースブロックが前からだと紹介されている。今までの車両製造での車体の側構えからだの、組み立てでは、車体全長と同じ長さの骨組みに上部に、膜板。 下部に腰板、扉の部分に入り口枠を溶接で取り付けて組み立てていたのだが、その組み立て作業には広いスペースが必要であり、特に幕板の長さは車体全長と同じで、組み立て時においての取り扱いが難しかった。そこで、側構え体を車端窓ブロック、中間窓ブロック、側入り口ブロックなどのブロック単位に分けて、各ブロック単位でブロックを製造後、 最終的に各ブロックを溶接接合して側構え体を組み立てる方式である。これにより、ブロックの製造を狭いスペースでも作業をできる他に、各ブロックの製造を並行して進めることで、後期短縮や各ブロックの保管が容易となり、車両製造コストの削減にもつながっている。また、最終工程でのブロックの接合では、各ブロックの継ぎ目に余裕があるため、 継ぎ目の間隔を微調整して接合することにより、寸法精度が高い側構え体を製作することができる。また、日本国外では台湾車両に技術移転され、台湾鉄路管理局 EMU700 型電車の704回以降は現地生産となっている。ブロック工法で製造された車両、扉周辺に継ぎ目が見える。ありがとうございます。